Hello, Ashram here. Welcome back to Small Women Echo and Seagulls Cry. Let us continue. じい様の受け売りかよ。給料もらってるとはいえ、じい様の妄言に付き合うのも大変だな。ただ、これだけは申し上げられます。何？六軒島は太古の昔、あずき島と呼ばれて恐れられてきました。あずきは悪敷がなまったものと言われ、本当は悪敷島と呼ばれていたのだと、漁民たちの間では伝えられておりました。I guess maybe for reefs or running into cliffs, maybe? 前にも聞いたよ。この辺は暗礁が多くて、海難事故が多かったから、領民たちが恐れてむやみに近づかなかったって話だろ。悪敷島には悪霊が住み着いていて、太古の島に関わり命を奪われた人間はあまりにも多いのです。それを旅の修験者だかなんだかが例の社を作って鎮魂したんで収まったってんじゃなかったっけ。うさんくせえ話だぜ。その鎮魂の社はこの夏、暗き闇を引き裂く紫色の不気味な雷で打ち砕かれたと。Yes, I wonder what happened there. Yes. 熊沢さん、その話好きだな。確かに鎮魂の社が落雷でなくなっちまうなんて不気味だが、まあもともとオンボロだったしな。ちょっと高い波にでもさらわれたんじゃねえのかな。Yeah, it would have had to have been there for centuries, I think. At least. And if it wasn't being maintained, yeah, I could definitely see it, crumbling. 眠りから目覚めた悪敷島の悪霊がベアトリーチェ様を呼び寄せたのです。もし、ベアトリーチェ様が親族会議に訪れられるようなことがあったなら。Rather, Beatrice was already...awake, and then, something. Yeah, not sure how the spirits or evil spirits will play into things. Kumasawa fell silent for a moment. Jessica was pressing her to keep going, so that gap felt strange and eerie. When Kumasawa noticed that she had Jessica was plenty scared of her silence, she grinned broadly. はてさて、どんなことになるやら。Right. へえ、そいつは素敵じゃないかよ。でしょ？たまには優雅な時間を得て、あなたの心を豊かにするのも、あなたの仕事に役に立つんじゃないかしら。だな。心と財布は豊かじゃなきゃいけねえ。わかったよ。その日は開けておくことにする。予約を頼むぜ。は？わかったわ。あ？絶対よ。ああ、よろしく頼む。愛してるぜ、キリエ。No. After kissing the receiver, Rudolph hung up. For his seat, there were several executives with their sleeves rolled up, eagerly awaiting the end of that phone call. すまん、待たせたぜ。アメリカから連絡は来たか。はい。外線にデイル渡辺弁護士からです。Very American name. おつなぎします。結局のところ、感触はどうなんだ。それがその。一つ芳しくないようでして、先方は裁判をも辞さないつもりのようです。やっぱりごまかしきれねえかな。つないでくれ。わかりました。すぐに。The executive ordered that the external line be transferred to the secretarial office. At once, the phone in front of Rudolph rang. もしもし。ハロー、ハロー。お待たせしました。後宮です。
どうもどうも。いかがですか、そちらは。Hello, President Ushiromiya。挨拶は抜きで本題に入りましょう。いいニュースと悪いニュースがありますが、どちらを先にしますか。悪いニュースが先がいいな。デザートがないと頑張れないたちなんだ。わかりました。悪いニュースは、先方が東方を告発する準備に入ったということです。つい先日、類似した裁判で原告が圧勝する判決が出されました。被告側も東方が主張するのとほぼ同じ内容で論戦していたのですが、すべてにおいて却下されました。So this is the, this is the reason why Rudolph needs some money. 残念ながら、このまま法廷に臨めば、東方の主張はことごとく却下される可能性が極めて高いでしょう。What's it for again? 例の裁判、全滅だったか。うちより有利な条件だったと思ってたんだが、そりゃ辛いな。で、いいニュースは？先方の幹部と接触できました。先方に東方の立ち位置を説明し、先方のブランドイメージを侵害する意図がないことを説明し、理解を得ることができました。先方は近日中に条件提示を行い、それらの履行が行われるなら告発を見送ると約束しました。取締役会のナンバー2による発言です。感触は？正直、非常に厳しいものになると予想されます。東方の想定では避けられないものとして、社名変更、ブランド名変更、交渉の余地のあるものとして、和解金額、大手新聞への謝罪広告掲載、それらの履行期間と見ています。うちに潰れろと一言言やいいのに、周りくどい奴らだぜ。先方は近年2代目社長に交代したばかりで、まだ足固めが終わっていません。東方が徹底抗戦した場合、現社長に失点を与えたい勢力が何らかの利的工作をしかねないと懸念しています。 Yeah, so...Certain about her victory, but it may very well be a Pyrrhic victory. そのため、先方トップも本件を速やかに解決したいという思惑があるようです。そのため、迅速な和解のために多少の条件緩和を引き出せる余地も残っているかもしれません。いずれにせよ、とんでもねえ金が必要になるか。その覚悟は必要です。そして、それでも懲罰的賠償金よりははるかに安いかと。ありがとう先生。また進展があったら連絡してください。先生は高給取りだからヨタ話もできねえ。サンキューサンキュー、グッバイ。 Rudolph hung up the phone. The executive sitting in reception seat seemed to have guessed at the contents of that discussion. 聞こえたか野郎ども。まあ、そうじるとだ。金さえ積みや堪忍してやるぜってわけだ。あとは金の高だけを争点にすりゃいい。しかし社長、渡辺氏の示した和解金の想定額はあまりにも膨大です。それだけの余裕はありません。こんなことになるって分かってたら高くかなんて始めんじゃなかったぜ。3年しのげれば資金的危機は脱出できる計算でした。まさかここで刺されるなんて本当についてない。ホップステップジャンプのステップでこけちまったんだもんな。泣けるぜ。メインバンクから金を引っ張るしかありません。銀行はまずいな。連中は勝ち馬にしか金を出さん。景気は上向いてるが銀行に弱みは見せられねえ。社長、母外に資金はありますか？我々の把握していない資金です。よせやい。俺がそういう男に見えるかよ。俺の財布の中身は全てお前らにさらしてるぜ。そこにある帳簿が我が社の全てだ。なら金策が必要です。数百万ドル単位を引っ張れるスポンサーが大至急必要です。社長、社長の交友関係で何とかなりませんでしょうか。
社長、社長。ああ落ち着けてめえら、金策は俺が何とかする。お前らはガタガタせずに業務を維持しろ。金さえ積めば向こうは許すと言ってるんだ。すでに俺たちはアジアに太いパイプを持ってる。いろいろ響くだろうが取引は維持できる。要は金さえ積めりゃ全て解決できる問題なんだ。見てろ、俺が全て解決する。お前らを路頭に迷わせなんかしねえぞ。大船に乗った気でいろい。無事に解決したらお前ら全員をシャンパンタワーでねぎらってやるぜ。約束する。だから黙って俺についてこい。いいな。Nope. And that's the plane. The airplane suddenly shook, probably due to turbulence. Rudolf was jostled awake. He'd awoken early that morning and ended up drifting off to sleep while resting in his seat. Ah, recollections then? まだだいぶ眠いんじゃないの？このところだいぶ仕事が忙しかったようだし。仕事が忙しいなんて大いに結構じゃねえか。俺が暇になっちまったら俺たち明日から路頭に迷うぜ。そうね、バトラ君も帰ってきたんだから二人で物乞いすればいいって問題じゃないわよ。そうだな、6年ぶりに家族が揃ったんだからな。家族水入らずで過ごせるよう課長が頑張らねえとな。 When he looked out the window,He saw that the airplane had already started to drop in altitude considerably. The fishing boats, which had only looked like black drains a short while ago, were starting to become clearly recognizable. 親父に土下座して、原骨一発で1000万借りられるなら、一ダースくらいもらっときてえところなんだがな。さもなきゃ、とっととお隠れになってくれりゃいいんだが。散々すねをかじって今度は遺産目当てか。俺は地獄行きだな。そりゃこんな俺に親父も会いたくはないだろうよ。And it's with all of this going on in the background that we get to a family meeting. まさか今年も親族会議にお出にならないつもりですかな。Nanjo looked at Kinzo's face, sighing. Kinzo's eyes remained rooted to a strange book on magic. ハゲタカどもの議論に加わるつもりはない。好きに我が骨のしゃぶり方でも議論するがよかろう。実にくだらぬ。やれやれ。困ったものですな。Nanjo shook his head slightly. To him, children and grandchildren were lovely things. He believed watching them grow was the only way to truly enjoy old age. So Kinzo's words were very saddening to Nanjo. この部屋を出るべき時が来れば私は姿を現す。That kind of sounds at odds with what Natsui had said earlier, that Nanjo was on their side about Kinzo not seeing any of your relatives. あれが姿を未だ現さぬようにな。Kinzo raised his face. His gaze pointed at the portrait of witch, which was respectfully displayed on the wall. Kinzo's mind didn't dwell on for a moment on the fact that today was a family conference.Where all of his beloved relatives would gather. Yes, so very beloved it sounds like. It was filled only by the face of a witch in the oil painting. He never smiled except inside the portrait. Everybody knew that interrupting Kinzo when he talked about Beatrice would trigger his wrath. 私は今日、ある儀式を執り行う。それは何ですかな？儀式というよりは博打に近い。So what will he be setting in motion?
なぜならリスクを負わぬ魔法に奇跡は宿らぬからだ。Nanjo had heard Kinzo say this many times before. He might even call it a pet phrase of Kinzo's. Kinzo apparently believed that magic and miracles could occur if you gambled your own fate with a certain amount of risk and triumphed. かつて黄金のギャンブラーと言われた金蔵さんが、いつお迎えが来てもおかしくないそのご老体で、一体どんな博打に挑みますやら。これは見ものですな。From a distance, from a far distance, so you're not involved. なるほど。研究を尽くした秘術の儀式も魔法にたけぬお前にかかれば博打呼ばわりか。You're the one that called it a gamble rather than a ceremony. まあいい。奇跡を信じる私が勝てば、お前の目には水鏡にしか見えなかったであろう我が研究のすべてが、この日に結実したことをはっきりと理解できるだろう。お前が勝てば、見たままの通り、いつ迎えが来てもおかしくない年寄りの水郷に終わるだけだ。うん？一体どんなギャンブルを始めるやら。あなたの友人としてその賭けに、いや、儀式でしたか。その儀式にあなたが勝てるよう心からお祈りするだけです。I'm not sure you want him to be successful, really. うん。感謝する。そういえば金蔵さん、今年の親族会議には懐かしい客がおられるそうですが。何？For once, Kinzo reacted to Nanjo's words and turned around. Now, I bet that Nanjo isn't talking about Beatrice, he's probably talking about Battle. Hola, Rudolph-san no tokoro no Batora-kun desu. 6年ぶりにおいでになるそうじゃありませんか。きっと立派になっていますよ。なんだ、バトラか。6年ぶり程度の客人など懐かしいなどと呼びはせぬ。After hearing Battle's name and making a disappointed and ill-humored expression, Kinzo turned his back again. 金蔵さんにとっての6年など、この部屋で研究に没頭すればあっという間のことでしょうからな。本当に懐かしい客は、あるいは訪れるかもしれん。すべてはルーレットの出目次第だ。すでにルーレットは回り始めている。Just had a thought. If Beatrice wants to really crush Battle's will and make him accept her, she can't kill him in the first night. Because then he won't be around to accept her. And so, like, she won't be really gaining anything out of it. We'll just go on to the next try without anything really happened. Rouge ka, noir ka. Or will it be green and no one wins? 今宵、ルーレットがどんな奇跡を見せてくれるのか楽しませてもらおうではないか。Except for House, I guess. 配当は大きいぞ。そして負ける気はせぬ。ベアトリーチェよ、我が賭けを受けるがいい。At that time, the telephone on the table rang. The piercing sound seemed to irritate Kinzo, and he picked up the receiver to preserve the silence as much as he could. 何事か？私は忙しい。 So very, very busy, doing very important stuff indeed. 源氏でございます。
親族の皆様方が到着なされました。だからどうしたというのだ。適当に茶でも出せばよい。かしこまりました。そのようにいたします。 Kinzo hung up the phone rudely. Looking at that, Nanjo sighed yet again and shifted his attention outside the window. As he is now, I doubt Kinzo would pay any heed to any sort of guest. Could any guest possibly make Kinzo come out when the time comes, as he said? Kinzo had a single person in mind, and that was a guest who certainly wouldn't appear. Nanjo stared at the witch of a portrait with her impassive expression, unable to decide whether she was smiling or sad, and then gazed up at the lead-coloured sky. Hello? Hello? Oh ho! Which realm thingy? So are all the pieces in place? Shall we line them all up again and start a new game? 何か問題は？ねえよ。Oh! The witch looked at him challengingly, while elegantly smoking her pipe. And Bachelor? He just rudely shrugged his shoulders as if he didn't care what she did. He didn't meet her eyes. That didn't mean he didn't intend to challenge her. After all, how can he meet her eyes if she doesn't exist? Showed his clear determination to never be taken in by this bastard's tricks. It was an expression of his determination to fight. まさか、無策ではあるまいな。お前の出方がわからねえ以上、策も何もねえぜ。好きに先手を取ればいいじゃねえか。もちろんそうさせていただくぞ。お前の守りをいかに崩すか、なんてで詰めるか。わらわの腕の見せどころよ。お前がどんな手で来ようが、俺はお前を信じない。その一点を俺が貫き通す限り、俺に負けはない。ってことはだ、このゲームはお前に勝てないようにできてるぜ。そうかもしれん。しかしな、ゲームを何度繰り返すかはわらわが決めるぞ。そしてわらわが勝ち、そなたが負けを認めるまで何度でも繰り返されるぞ。つまりこれは災難よ。そなたがわらわに屈服するまで続く永遠の災難。そなたがわらわを、魔女の存在を認めるまで永遠に続く。なら俺もお前が根負けするまで何度でも無限に付き合ってやるぜ。意地の張り合いってやつでは負けた例がねえんだ。どこぞの魔女にでも入れ知恵されたか。まあよい。コタクは聞き飽きたぜ。さあ、おっぱじめやがれ。 So in other words, I'm tired of listening to your non-existent rambling because you don't exist, so therefore you can't be rambling. さあ、始めようではないか。 And yet she is rambling, which kind of leads to a contradiction there.そなたの指し手はすでに知り尽くしておる。手の内を知られた守りなどたかが知れておる。I mean, you can know a plan and still be aware of it, so there's nothing you can do against it. You could see checkmate coming in three and not, like, false checkmate coming in three, and you won't be able to do anything to stop it if it's false checkmate. 同じ手でしのぎきれると思うでないぞ。ベアトリーチェ、一つだけ最初に言っておくことがある。なんだ。お前が何をのたまおうと自由だ。だが俺が信じるかどうか常に俺が自分で決める。貴様の魔法がどれほどのものだったとしても、
俺の魂は屈しない。これは俺への拷問だと。違うね。ならば何だというのか。これはお前への拷問なのさ。お前がいつ俺に屈し諦めるか。それまで繰り返される拷問なのさ。Well, yeah, actually, okay, yeah, we don't see it now, but when we had the, like in between the chapters, the character list, said how witches die from being bored and then they can come back to life as well afterwards. So boredom is her biggest, weakness. So just keep doing it until she gets bored of it.面白いかな。その例えやよし。互いを苛み合う拷問とは実に面白い。さーて、始めようではないか。後ろ宮バトラQuarter to 11 on the Saturday. Every year's relatives visiting Rokkenjima would let out a sigh of admiration of the rose garden first greeted them. They would stop there to chat about roses, about the roses' beauty and how well they were blooming that year. In the midst of all this, there was a single unhealthy rose. Maria became overwhelmed with dejection at its condition.But George used his quick wits, and, saying everything would be fine if they took care of this poor thing, marked it with a candy wrapper and immediately restored Maria's good mood. Then, Battle, with whom she'd been getting along well, since that morning, started talking about Halloween, All Hallows Eve.This was such a favourite topic of Maria's that she began playing around energetically again. To Maria, that marshmallow jack-o'-lantern and candy bought by her mother was probably the greatest sort of treasure. They seemed to have bought several, and she demanded a trick-or-treat from every person she met, giving them candy instead of the other way around. Maria は、どうしてこんなにハロウィンが好きなんだろうな。日本人には一つ馴染みにくいイベントだと思ってたんだが、仮装行列で練り歩く子供のお祭りだからじゃねえのか。普段と違う格好をしてはしゃぎ合うってのは楽しいぜ。多分僕はもう少しディープな理由によるものだと思うな。何しろ魔女のマリアちゃんだからね。そういや、飛行場でもマリアは仮装するなら魔女になりたいって言っていたっけ。マリアって魔女が好きなんだ。You could say that. ええ、大好きよ。困ったくらいに。まあまあ、あのくらいの年頃はファンタジックな存在に憧れるもんですから。せめてテレビアニメのヒロインに憧れるくらいなら可愛いんだけど。Judging by Rose's appearance, she wasn't very happy about her daughter's love for witches as a mother. The cousins other than Battle seemed to realize this. They shrugged, wearing stiff smiles. マジョ好きだとハロウィンも好きになるって論法なのか。わかんなきゃ。本人に聞けばいいか。おい、マリア、ハロウィンと魔女って何か関係あるのか。 It's better to ask that. George and Jessica let out a stifled ah, as if they were trying to stop him, but too late. Maria might have been waiting for just that question. After being for an instant, her expression turned a little mean, as if to say, You're totally clueless, aren't you?It was the face of a hobbyist who'd been ticked off by an outsider saying something stupid about their favourite subject.
ケルト人は1年間を通じてその勢いを変える太陽は1年を通して生まれ育ち老いて死んでそして再び蘇ると考えていたの。納得だな。春のか弱いポカポカした太陽がどんどん成長して暑いくらいになり次第に痩せ衰えていく様をなるほど太陽の一生と考えるのもうなずけるぜ。うん、だから彼らは10月の最後に太陽は死に死の国で体を休めて冬至の日に再び蘇ると考えたの。それで太陽が1年の生涯を終えて死ぬその日を大晦日サビンと呼んでお祝いしたの。再び日照時間が長くなりだす冬至の日を太陽の復活の日とする考え方はとても面白いよね。古代の人々がいかに太陽を神聖視していたかがわかるエピソードだよ。うん、でそれが魔女とどう関係があるんだ？ It seems that my casual urging forward slightly infuriated Maria. She glared at me with eyes that told me to shut up while she explained. Maria seemed to be having a blast as she talked, so I decided not to interrupt. Before we get any further of the explanations, I think I'll end up there for today. I hope you all enjoyed. Let me know any feedback you have in the comments, and until next time, see ya.